こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今回の内見の場所は、小田急線の、代々木上原駅です。代々木上原駅より徒歩5分の駅地下です。今回の物件は、1986年築の、築38年、面積はなんと245平米、間取りは 4LDK です。以前アップした五反田の物件は258平米なので、わずかに及びませんが、五反田は一戸建て、今回はマンションで245平米です。しかもメゾネットではなく、平面で、245平米の面積はチャンネル史上1位です。そして、なんと LDK の広さがすごいです。合計64畳の広さがあります。マンションでこの広さはすごすぎますね。これは滅多に見られない広さなので、ワクワクしますね。代々木上原の駅近くは道路も狭く、ごちゃごちゃしている印象ですが、その分車も少なく、環境が良い気がします。あ、物件に到着しました。これです。低層の代々木上原の、住宅地にあるマンションらしい外観です。坂の中腹にあって、斜面地に立っています。タイル張りで落ち着いた品のある外観です。築38年ですが、そんなに古く感じません。その半分の年数の、築20年前後とも言われても納得してしまいます。倉庫数8個しかないので、エントランスもそれほど大きくありません。もちろんオートロック仕様です。個数が少ないマンションの割に、エントランス内は結構広さがあります。タワーマンションのような設備はないですが、優雅さを感じます。4階建てですが、もちろんエレベーターがございます。高級物件なので当たり前ですね。4階に到着しました。ワンフロアに2個しかないのに、エレベーター前はこのゆとりの広さです。右手のオレンジの光が気になるので、見てみます。階段の壁がオレンジです。マンションで壁がオレンジは珍しいです。少し癖が強いですね。こちらの部屋です。では、入ってみましょう。おお、広い。そしてどこからが部屋で、どこまでが玄関なのか、まるでわかりません。わかるのは、前回アップした激狭物件よりも、この玄関の方が広いということです。石張りでなんとも豪華な玄関です。上部には間接照明があって、雰囲気良くしています。こちらは下駄箱です。この面積の割にそれほど大きくないですかね。いや、玄関が大きすぎるだけで。基本的に十分かもしれません。どちらに行こうか迷ってしまいます。
まずはこちらからいきます。こちらは洗面です。まるでホテルのような大きな洗面台です。鏡も大きいですね。洗面下の収納も大きいです。こちらはトイレです。タンクレスの温水洗浄機能付き便座です。サイドに広いカウンターがあり便利です。その下ももちろん収納です。蓋が自動で開きます。こちらは約 6.9 畳の洋室です。バルコニーがあります。前はマンションがあるので、眺望はありません。こちらは収納です。ハンガーパイプがあるので、洋服がかけられます。こちらは約 10.2 畳の洋室です。もう普通のマンションのリビングくらいの広さがあります。ここも目の前は隣のマンションです。こちらは収納です。ウォークインクローゼットなので、大容量の収納です。棚も2段になっているので、収納力がありますね。こちらはトイレです。そして、トイレだけかと思ったら、洗面とお風呂もございました。
浴槽は、足は伸ばせそうですが、特別広いわけではありません。洗面台は2ボールです。鏡も全面ですごく広く感じます。こちらは収納です。可動式の棚で、高さが変えられて便利です。こちらは収納です。激狭物件のメインスペースくらいの広さがありそうです。とにかく収納が多い家ですね。こちらは 6.9 畳の洋室です。一部屋目と同じ広さです。こちらは収納です。ハンガーパイプがあるので、洋服がかけられます。こちらは約 18.3 畳の洋室です。普通のマンションのリビングで考えても、広い部類に入ります。こちらはウォークインクローゼットです。今までのウォークインクローゼットも広かったですが、ここはさらに広いです。ここの物件の収納をいっぱいにするのに、どれだけのものが必要か、考えてしまいました。庶民には理解不能です。
こちらにも水回りがございました。しかも、トイレ、洗面、浴室すべてあります。ちなみにトイレはこれで3個目です。ここの洗面も2ボールです。洗面も3個目です。一体、何人で住む設定なんでしょうかね。こちらは浴室です。狭くはないですが、めちゃくちゃ広いわけではありません。洗面は3箇所もいらないので、一つお風呂を広く作って欲しかったですね。なんか、迷子になってしまいそうなくらい広いです。おお、こちらはキッチンです。ダイニングキッチンと間取りには記載してあります。広さは約 20.6 畳です。キッチンのカウンターテーブルが広すぎます。まるでショールームのキッチンのようです。大きすぎて、持て余してしまいそうです。このキッチンを目の前にしたら、すごい料理を作らなくてはとプレッシャーがかかりそうです。当然、ビルトイン食洗機付きです。足元の間接照明が綺麗ですね。さすが高額物件です。炊飯器を置く場所ですね。こんなところに洗濯機置き場がありました。これだけゆとりあるスペースなのですから。何もキッチン横に持ってこなくてもと思ってしまいました。これは庶民の感覚なんでしょうかね。これはスロップシンクですかね。こちらは収納です。可動式の棚で便利です。
冷蔵庫置き場はゆとりあるスペースです。幅の広い冷蔵庫も置けそうです。そしてキッチンの収納がすごすぎます。これをどこまで使い切るかわかりませんが、私ならほとんど余らせてしまう自信があります。こちらに立派なテレビ台と、テレビが設置済みです。ここにも収納があって、便利ですね。こちらはダイニングです。先ほどの部屋はダイニングキッチンと表記されていましたが、こちらはダイニングだけの表記です。ダイニングがダブルカウントされています。広さは約13畳です。これだけでも十分な広さです。こちらの窓は東向きです。目の前に建物がないので、眺望がいいです。次はいよいよリビングです。おお、めちゃくちゃ広い。広さは約 30.4 畳です。軽いフットサルくらいなら、できてしまいそうです。向こうにあるテレビが小さく見えます。これだけ広いと、家具の配置もどのようにどんな家具を置くのか、想像できません。皆様なら、この広いリビングをどのように使いますか？コメント欄にて教えてください。バルコニーがあります。サッシが途中までしか開かず、出れませんでした。申し訳ございません。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀、を発表します。今回の、苦節淀、は、4です。とにかく滅多に見られない高級物件、トイレと洗面が3箇所、鬼ごっこできる広さは貴重なので、4としました。今回の物件、人気の代々木上原から徒歩5分、玄関も桁違い、収納も多くて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。